はいどうも皆さんこんにちはこんばんはレッツだよーというわけで、ね、やっていきましょう。実も昨日に引き続きかなということでチャンピオンシップね、昨日は6戦目までかな出したんで予選ね、はい、なので本日は7、8、9、10という感じで、4戦お届けしていきたいなと思います。はい、しっかりと、楽しみに見ていてほしいなと思います。まあ一応ね、まあ、いっぱいの9勝いっぱいの部分はもう前日出してるんで、まあこの4試合は全部勝つんですけどね。はい、まだ2から見てない方はぜひ出した動画の方を先に見てからこちらの方を見ていただければなと、はい、思います。というわけでね、まあ、あれですよね、いっぱいしてからね、もう絶対に負けられないぞっていう、そのヒリヒリ感もこう、まあ、生配信を見てた方は伝わってるかなと思うんですけど、その感じもこう、なんか気にしながら、頑張ってねんな、みたいな感じで見ていてくれたらいいかなと思います。楽しんでいってください。それでは行きましょう。皆さんよろしくお願いいたします。ご視聴ください。レッツバウンティーラー。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。これが、予選の7戦目ですね。はい、行きましょう。まあでも、ほんまにもう負けられへんぞっていう感じでずっとね、僕らはもう1回負けてからずっと来てるんでね、もうみんな相当な緊張を抱えてたと思いますよ。多分ね。でもあれも関係なく、もう僕は自由のライドゥーで行きますけどね。はい。で、チャンシムのね、なんか試合ね、フランキー対面っていうか、相手さん使う人あんまり、多くなかったのかなっていうイメージでね、なんか、初めてしっかりまともになんか、対面フランキー同士でどつき合ってましたね。で、ここはね、ナイスジャスカイ。これね、本当はね、二陣で取り切りたかったんですけどね、まあ取り切れないんですけどね、まあサポートがフランキーじゃないんでね、振ってないんで、ちょっと耐えれなかったって感じでね、ただジャストで入ってたらワンチャン吹っ飛ばして取れてたかもわかんないですけどね。はい、ただ向こう C 型はね、ハーモニーしてくれて、ちゃんとみんなで取ってくれてるんでありがとうって感じで、さすがですよね。さすがニコハモありがとうございます。ほんでですね、こっからですね、僕の仕事はとにかく4旗目を奪いに行くことなんで、ニカがいないんでね、これは大きいなということで、これウランドンたまたまですよね。ウランドンミスった先にキングが飛んできたっていうね、まあ、見聞色をお持ちで彼は。これね、なんか俺タゲ取ってたのにずっとクルクルしてたんですよ。なんか意味わからんかったしね、ほんまに腹立つわと思って、なんやねんこれってなってたんですけど、関係なくとりあえずね、まあ、4旗目をガンガン握っていこうじゃないかということで、ここでちょっとね、カイドウさんがね一緒に来ちゃうんで、これはまずいということで、一回ちょっと変身しましょうということでね。はい、でカイドウ向こう行ったんで、まあ、フルグラくなっちゃうんですけど、ぶっちゃけもダメージぶっちゃけも通らないんで、ここはあんまりおりんちゃんからのダメージはそんな通らないんで、はい、でこれで回復してで握って、でここなんですよね。ぶっちゃけ流れはこの人は良かったんですけど、ここだけはちょっとね来てほしかったんですね。さすがにこれはちょっと速攻でローテーションでディフェンダー1枚2枚どっちか来てほしかったなっていう感じでしたね、これはね。ほんなら絶対ねキープできてると思うんですよ、この時間であればね。だから一陣ちょっと減らされたんで、多分戻ってでローテーションで多分安定250みたいな多分取ったと思うんですけど、これはねできればね来てほしかったなっていうところでしたね、これだけはね。はい、でも本当は一陣に抜けたかったんですよ、そのまま頑張って。ほんでここもねフルグラクラタは俺良くなかったんですけど、非常に良くなかった。これはね、まあこの後取り返せるんですけどね、普通にね、このままミリなんでそれはね取り返すんですけど、またメリット食らうじゃないですか、その取り際に。なのでね、これはねいらないダメージやったなっていう感じですよね。ただここで K2 がカバーに来てくれて、でこっからね相手のブーストなんでね、できればねどっちか落としたかったんですけど、間に合わずって感じで、そしたら僕一陣握るんで、ここはねK2 にね見てほしかったんですよ、ニカを。ニカだけ見ててほしかったんですよ、これ。ほんで後ろがクラック界からやばいみたいな、オリンがねやばいみたいなんで帰ったんですけど、まあしょうがないんですけど、これねニカ止めといてくれれば俺一陣抜いて、でミリでしょ両方だから、両方落として一陣も相手の二陣も僕抜けるって思ったんですよ。で横3つと相手の一陣整地して、もう余裕で落ち着いて勝てるなっていうイメージだったんですよ。ただまあそこもね、まあ裏の事情もありますからね、後ろの事情もありますからということでね、まあ結果的に僕がニカもオリンも落とせたんで、まあカバーがあった頃こそなんですけどね、ケニーのね。はい、で結果的にまた取り返せてね、安定してもう危ないとこなく、まあこのままフィニッシュって感じで勝てたんでよかったですけどね。はい、まあそれぞれがヒリヒリしながらで多分頑張れたところなんじゃないですかね、これはね。表も裏も頑張ったんじゃないですか。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ8戦目見ていきましょう。よろしくお願いします。行人というですね、まあなんかヒタさん曰く行人島が嫌いだと言っておりました、彼は。はい、僕は好きなステージないですね。特にまあこれといって好きなステージもないんですけれども。はい、でもこの試合なんかね不思議だったんですよね。まあ敵さんのその作戦だったと思うんですけど、あいつさんがね一陣を抜かなかったんですよね。でずっと抜かなかったんですよ。でとりあえずまあ僕は普通に C 取るじゃないですか。でウタちゃんにまあそれは取り際ピロピロで、それはまあしばかり
れる。これもしょうがないことなんですけどね、普通にね。ナイスカレーうどんからの雷、そしてマジュラング、これは素晴らしいハーモニーだー、素晴らしいハーモニー。ただなんかこうなってもね、相手さん一陣取りに行かないんで、どういうことだろうと思って、まあなんか一陣は取らずに C と二陣を抑えて、まあ最後のブースト勝負でみたいなかなって思ったんですけど、なんかそうでもなさそうやったんでよくわからなかったですね。うん、これやったら全然ゴリゴリになんか楽に4つ目取れるやん俺と思って裏側まで抜けるんですよこれ。ほんならもう取れるじゃないですか絶対。これに関してはぶっちゃけだからラッキーやったなっていう、はい。まあその間に裏にねフランキーが抜けていい感じにね狙ってましたよね敵さんもね、さすがですね、はい。まあでもそれは、ゲージもクソもないからそれは一瞬ではね抜けますけどね。でこっからね僕ぶっちゃけゲッターした感がないんですよこの試合。その出てくる相手出てくる相手その気泥で怠慢で負けないなということなので、ひたすらもう一陣にいようかなという感じで、ただもったいないなと思ってゲッターとしてね150% ガンガン減らしに行きたかったんですけど、まあ気泥気泥で抑えとけばとりあえず後ろは絶対にまあ楽かということでね、ゲッターキングだけなんでね、まあひたすらもう僕ほんまにずっと一陣いますからこっから。とりあえず怠慢気泥なんで、もうこんなよろけとった方が勝ちなんでね、なんか通常よなんか多めに当たってかわいそうでしたけどね。はい、でこれもなんか陽介ます角度悪いですよね。はい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 、でとりあえず通常ぶち込んでいって、まあローもキッドもとりあえずどっちもよろけはなくなってるんで、ひたすら通常で遊んでるっていう、これは果たしてバウンティーラッシュなのかどうかと。シューティングゲームみたいになってないこれ。はい、だからまあこうまあ通常打ってるだけなんでずっとマップ見てましたこの時はね。はい、ひたすらに後ろ大丈夫かなどんな感じかなみたいな感じでひたすらにはい見ておりましたというわけでね。はい、でじゃあそれ入ってとりあえず通常通常と、でできればねまあこれその相手ブースト前にねキッドだけでも落としておきたかったんですけど、落とすことがちょっとね落として切るまでが無理でして、でここからウタちゃんなんで、まあ別にどっちでもいいけどなと思って、はい、相手ブーストで一陣に二人おるんやったらこう完璧やんとか思ってね。でここはねちょうどブースト直前に僕の回復不能が入ったんで美味しかったっすね。はい、だからブーストで気泥をね相手さん何もさせへんかったらほんまにね多分でかいかなと、後ろも守りやすいかなっていうことやったんですけど、まあブーストで向こうが一気にねガッとこう厳しいかなと、か最悪でもねここ別に僕が一個守るんで後ろ二つあればもう勝ちなんで、まあそんな別に焦り自体はなかったんですけどね。フランキーもだからもうここ多分諦めるんやったら俺も行くしみたいな、でここで行ったんで、あもう一陣はないなっていうことで、このまま普通に C 駆けつけて、まあまあ K にもおにぎりやったんでね C に来て、でまあ二陣があれば勝ちやったんですけどね、結果的にまあ全部大丈夫やったんですけどね。はい、だからなんか不思議な感覚の試合でしたねこれはね。まあちょっとラッキー要素もあってのみたいな感じでしたかね。はい、ありがとうございました。ここまで見てくれてありがとう。メンバーシップオリジナルグッズ絶賛募集発売中、詳しくは概要欄見てね。それでは後半戦 Here we go。 はい、じゃあ9戦目いきましょう、よろしくお願いします。ドレスローザですね、闘技場で。この試合はね多分そうやね、あんまり良くなかったかな、流れ的にあんまりいい展開の試合ではなかったんですけれども、まあまあまあどんな形であれ、まあ、勝てたのは良かったかなということでね。はい、まずはちょっと進んでから相手をこう翻弄ですよね。まずは、はい、回避使わす、無敵使わす、そこですっていう感じでね、カレーうどんがなぜか当たってないと多分俺が吹っ飛ばしちゃったんかなということでね、まあ、これもねお聞きは間に合うと思ったらねギリ間に合わなくて、そのまま握られて取られて、まあ、メイウェザーで吹っ飛ばされて、もうこれはフランキーどうしようかなということでね、非常にまずいと。まあ二陣とりあえずもうこうなったらねアートブースト狙うしかないんで、とりあえずは2つをキープしつつなんですけれども、フランキーのすごいところここから取りに行けるっていうね一陣を。これがやばいよねマジで。はい、で隙あらばとにかく抜きに行くと、ね、今のもジャスト回避でしっかり無敵終わりにダメージが入っていく。ほんでねこれねジャスト回避でアルベル吹っ飛ばしてね、素晴らしくない、これはナイスでしょう。ほんで一旦ちょっとね一本抜き返すんですね、これはね全然やられると思ったんですけどなんか大したんでね、まあ、フルゴラはナイスと。でとりあえずねこれで相手の先ブーストとタイミングをちょうど遅らせて、これねブースト相手が来たらね全然いいタイミングで俺らの後ブーストなんで、これは全然 OK、 タイミング的にはね。はい、ただちょっとねね相手のブーストでちょっと押されすぎたかも否めなかったかなっていう感じなんですけどね。はい、まあ、ここからとにかく、相手ブーストなんで
まずはその2つ守れれば OK なんで、僕の仕事はちょっとあの意識をこっちにそぎたかったんです。はい、たださすがに相手さんもブーストなんでそれ攻めるよねっていうことで、ちょっと ね二落ちしてるでしょ。でここはあの呪霊するんですけど、あのバン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 殴られて、まあでも2つはとりあえずあるんで、とりあえず OK かと相手のブースト持ったんでね。でここガンマナイフしたつもりやったんですけど、先にね押せてなかったんでね、これはマジと。でこっちのブーストが言うてる間に来るんで、できれば行きたかったんで、これでいけるかと思ったらね、変身したやろ今のどう考えてもみたいなタイミングでしっかりとかあの追いつかれてね、もう一回通常打てばよかったね。まあでも別にね、この後しっかりラスト1分でこっちのブーストが来て、まあ、取り返して抑えればもう大丈夫やなっていうことで、こっからですよね。はい、こっから一気に行き合わせていくとこですからね。はい、でこっからブーストのこのメイメイザー、マジでルカポこれナイスすぎたね。はい、このオリンがクソでかかったね。ただあのね、ここのねタイミングね、敬遠してみたらわかると思うんだけどね、僕やったらニカに裏アンドンしてたから先に。で絶対落としてたからっていうところですよね。はい、ただバジュラングみんなが食らっちゃってたんで、ガンマナイフでちょっとでも足止めして、その間に抜いてもらうっていう感じですよ今のは。だから今のはすこぶるハーモニーなところでしたよ皆さん。はい、ほんでこれあのダムンドパンク全然落ちたつもりなかったのに落ちちゃってるっていうね、あのレッドあるあるです。はい、ただでもあのね、雷使ったでしょ今で。この方ね、あのぐるぐるメダルじゃなかったんで、それは覚えてたんで、もうこのまま取れるわっていうことで、全然焦りはなかったですね。はい、なので一陣取ってくれて、まあ、C 型も取ってくれて、まあ、抜かれるんですけどね。ただ僕がこうキープしとけば負けはないんで、はい、なのでこの時点で僕は勝ちを一応確信はしてました。全然大丈夫っていうことで、ね、2本抜かれたんですけど全然大丈夫やなっていうことでね。はい、まあ、流れは最初ちょっと取られちゃったんですけど、しっかりと後ブーストで盛り返すことができてよかったのかなと思いましたね。はい、よろしくよろしく。はい、じゃあラスト行きましょう。よろしくお願いします。これがね、予選のラストですね。10戦目でございます。ほんでね、予選を通した中でね、まあ、負けもあったけど、勝った中でね、この試合がぶっちゃけ、俺はね、一番ヒヤッとしました。なんでかっていうとですね、こっちのね、僕らのチームの3旗目を抜くタイミングがほんまに、なんか俺はマジで、って、それはあかんでっつって、そのタイミングはあかんわって言っちゃいましたね、普通にね。ほんで、あの、K2 がその時、って言って乙女みたいな声出してました。めちゃめちゃ可愛い声出してて、ぜひね、あの、K2 のアーカイブ見てください、本当に。はい、で、これちょっとね、エンマにちょっかいかけて、キッドに通り抜けて、キッドにもちょっかいかけて、ここ抜いて、D 抜けて、D を抜くっていう頭の中にいたら、しっかりジャスカイ取られて死んじゃったフランキー、かわいそうに。まあいいんですけどね、キドロで行くんで。で、こうなった時に、これね、D 旗も取らないんですよ、もうお互いに。もう変なタイミングで、取るんじゃなくて、お互いに後ブーみたい、先ブーか、ちょい先ブーか、を狙っていくっていうね。赤犬とかね、あのシャンクスとか、なんかそこら辺アトムが強いキャラの時の環境の時のやり方を取ったんですよ、お互いに。だからまあ僕はそれをイメージするじゃないですか。なのでやることはとにかく相手の他の旗を減らすことと削ること。でもさっきのはね、まあぶっちゃけエンマにね銃で使うのは間違いやってね、ガンマナイフでよかったね、あれはね、間違いなくね。でここから1分50秒ぐらいからね、ずっと僕はこのキドロとエンマ君にずっと囲まれて2対1してるんです。本当に泣きそうになりました。お前しんどいてーって、しんどいてー。でこのタイミングで取ったんですよ。このタイミングで取ったら1分まあ半とかぐらい取るから、それはやばいで、そのタイミングはみたいな。めっちゃ変なタイミングで先ブースト着て、あえてベストなタイミングで後ボクルでと思って、いやいやいやマジかと思って、やっとしたらそれは俺絶対に4本目必須やなこれと思って、絶対取らなあかんって、もうめちゃめちゃ焦りました。ぶっちゃけすごく焦りましたね。はい、ほんで目の前緑エンマとキドロやし、どないしたもんかと。ほんで早々に向こうもね、もちろんお互い発症してきてるチームですから、そりゃ早々簡単に落とさせてくれないわけですよ。めっちゃ硬いし、ほんでみたいな、もうちょっとどないしようみたいな、このブーストで取れへんかったら俺もう無理やわと思って。だって次この後ブースト来るんよ相手、これどえらいでしょ。こっちのブースト終わって残り50秒で相手のブースト来るんですよ。だからやばいって思ったんですよ。ほんでこれでやられてもうて、で一陣もまあちょっともう全然減らせへんし、これまずいぞと。で D 型2人行く、これ守れるかなと。で相手ブーストでカイドウとおりんやから、いやさすがにちょっとやばいやろうと思って、で
向こうエンマ D 旗で2人でニカとキドロ相手でしょ、やばいでしょこれってぶっちゃけ思ったんやけど、ここねとりあえず倒してくれて、オリンがね、オリンがとりあえずカイドウ落としてくれたんで、ここやっていうことで仕掛けたんですよね。でこれでまずおにぎりで抜けたんですよ。でこれひたすらハーモニーナイス雷すぎんのよ。で D 旗もマジで K2 のエンマめっちゃ頑張って、オリンちゃんもすぐ行ってくれて、ルカボンがね、マジでここが全員のハーモニーがもうすごく重なった瞬間で、4ドリで僕もはい自由なライドからのハイブッ飛ばして、ここもキープでやられていくけど、4つキープで勝ちみたいな、マジでブーストのタイミング焦ったけれども、最後は全員が全員個々の力を発揮して、ハーモニーもできて勝ちに繋がったっていうね、激アツな試合で最高でした。ほんまに焦ったあざした。はい、というわけでどれでしょうかと、まあね、あのハラハラドキドキしながらね、楽しく見ていただけたかなと思います。はい、まあね、生意地に見てたらもっとね臨場感があって、いろんな汗とかね、あ、なんか汁とか出てるかもしれないですけどね。まあでも序盤にやっぱりあの予選でね一戦負けたことによって、いやもう負けられへんぞみたいな感じのね気の引き締まりとかがあってね、すごくみんなそれぞれ頑張ってかっこよかったんじゃないかなと思います。はい、まあ、ハーモニーできるところはできててね、すごい良かったなと思います。で多分この動画出てる頃には、トーナメントがもう多分始まってると思うんですよ、おそらくね。なのでまあまだ僕らが生き残っていれば、引き続き応援の方よろしくお願いしますっていう感じでまあ負けたら終わりなんで、トーナメントなんでね。はい、でも負けてしまってたら本当今までありがとうございましたって感じなんですけどまああの今現在撮ってる時はまだなんで始まってないんで一切ね。はい、なのでまあ一戦でも多くとりあえず、試合ができるようにね、いろんなチームと当たれるように頑張っていきたいなと思いますんで、応援の方よろしくお願いしますって今は言っときましょう。はい、というわけで、本日はこれぐらいで終わりたいなと思います。皆様ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!